カラスナンバーセブン、ナナと申します。物語はとある神社、一対の狛犬が神様の気まぐれから名前と命を授かるところから始まります。鳥を伝って流れ込んだ命は狛犬たちを目覚めさせ、彼らは舞い歌います。やがて彼らは自分たちの名前の意味を知ります。狛犬たちの名前はアウン、物事の始まりと終わりを意味する言葉です。やがて石に変えると気づいた狛犬たちは最後世界に願いを込めます。名前ある者たちが名を残すために成り上がる世界、ガラスナンバー77、今日まで鍛えたアウンの呼吸でお届けいたします。4分半お付き合いどうぞよろしくお願いします。
皆さんありがとうございました。大迫力のカリスマ的演舞圧巻です。